今回ご紹介いたしますのはこちら、ランモード社からリリースされておりますナイトビジョンドライブレコーダーシステム、バスト M1、 こちらのご紹介を今回はいたします。私もこのドライブレコーダーはずっとテストしたいなと思っていたんですけれども、こちらのドライブレコーダーレビューさせていただける機会を得ました。で、注目すべきポイントというのがこのドライブレコーダーというのはございまして、なんと言いましても、こう見ていただくとお分かりいただけると思うんですけれども、通常のデジタルルームミラードライブレコーダーと同じ使い方がそのままできてしまう、ナイトビジョンドライブレコーダー、通常のデジタルミラードライブレコーダーと同じような感覚で使えるということで、詳しくご紹介をしていきたいと思います。で、まずこちらのドライブレコーダーの外観から見ていこうと思うんですけれども、今回取り付けているのは90のノアボクシーになります。で、90のノアボクシー、これ純正ミラーが後ろに今あるんですけど、その前にこれ被せるように今回使えるようになっています。ただこの大きさが少し、このバスト1 M1 のこのスクリーンの方が少しこう小さくなってしまっているので、ちょっとこう出っ張っちゃってるっていうのはあるんですけれども、ただやはりナイトビジョンドライブレコーダーがもう必須であると。特に北海道とか東北の方、非常に道路が広くて何が出てくるかどうかわからない、しかも真っ暗闇な状況の中走らなければならない、まあ、そういった場所で生活されている方には非常にこれ今必需品になっているぐらい需要があるものになっております。なので根強い人気を誇っていると、まあ、いうことになるわけなんですけれども、まあ、そういった方にとっては、まあ、それでも使うというぐらい需要のあるものになっております。それが今回このようにデジタルミラーとして使えるようになったというのは非常に大きなポイントだと思います。で、これ被せるタイプのものになっているんですけれども、実際これ外してみるんですが、どのようになっているのかということなんですけれども、まあ、今回私もこのバスト1 M1実際取り付けてみたんですけど、ちょっとびっくりしています。で、これ下見ていただきますと、前回私がご紹介したのはこのユニットにレンズが一体式になっているものだったんですけれども、このバスト1 M1 はレンズ一体式のものとは全く作りが違っていて、ここ止めるこのマウントがボルトオンで取り付けができるようになっています。もちろんこういう取り付け方ではなくて、通常のランモード、カメラ一体式のランモードのように吸盤のマウントで取り付けすることもできるんですけれども、こちらの強みというのは、とにかくこういうデジタルミラー、通常のデジタルミラードラレコと同じような感覚で取り付けができて、見た目が非常にスマートで使えるナイトビジョンドライブレコーダーということで、まあ、そういったドライブレコーダーというのはもう今これしかございません。で、以前他メーカーでご紹介したのは、あれは私が車外のこのマウントを取り付けたりしなければならなかったので、少し工夫が必要だったんですけれども、これに関してはもうすべてキット化されているので、誰でも同じ仕様を手に入れることができるようになっているという代物になっております。はい。で、これをもうそのままミラーに取り付けたいのであれば、このマウント自体をボルトオンで止めて、で、あとはこのゴムがありますので、このゴムバンド取り付け。で、通常はこれ逆につける、この配線がこっちにあるので、これを上側につけるパターンが通常のようなんですけども、まあ私はこのランモードというこの字が逆になるのが嫌なので、このように配線はまあ下で、まあ、配線は下であっても、ある程度こう見えにくくできるんで、このような形で私は取り付けを行っております。まあ、こんな感じで取り付けると。はい、で、まあ、車によってこのミラーの大きさというのは、幅というのはもちろん違うわけなので、まあ、このノアボクシーに限って言うと小さくなっております。そうしますと、このようにもう通常のデジタルミラーと同じように使える。で、一度消してみようと思うんですけれども、まあ、消してみましても、しっかりと後ろもガラスレンズと同じような感じで、後ろをちゃんと確認することができるので、視認性の方も問題ないという状況になっています。はい、まず、このような外観になっております。もう一つこちらになるんですが、今回はこちら、
バスト M1 になったことによってスクリーンレンズ、7層のガラスレンズを使っておりますナイトビジョンのこちらのカメラなんですけれども、これ分離式になったということになります。分離式になったことによってこのミラー自体もデジタルミラーと同じような取り付け方ができるようになって、かつカメラ自体はもう通常のこれまでのランモードと同じ性能を持つレンズ、少し仕様は変わってるんですけれども、これまでのランモードと同じで夜間でも昼間のように見える非常に明るいレンズを搭載をしております。でこちらもうちゃんとくるっとこっちにも回すことが、このように回すことができるんで、結構フレキシブルに使うことができます。まあ前だけじゃなくて、なんか横を映したいとか後ろを映したいとか、これ駐車監視で使うのも非常に有効的かと思うので、そういった場合にこれ使うことができます。なので前だけじゃなくてちゃんとこう横も後ろも360度カメラをこうカメラの角度を合わせることができるっていうのも使いやすくなってるなと思います。まあこれが別体になっていますランモードの7層ガラスレンズを使ったカメラと、まあ、いうことになります。でさらにこちらのランモードなんですけれども、こう見ていただきますと、これ今前になります。でこう後ろになります。タイプによってリアカメラがつかないタイプのものもあるんですけれども、ランモードのいいところというのは前と後ろ、このように後ろにもしっかりとカメラが、まあ、オプションにはなるんですけれどもつけられるようになっています。それによって通常昼間はデジタルミラーとして使うことができて、夜になりますと特に前の視認性が重要になってくるかと思いますので、そういった時は前を映すといった、まあ、こういった切り替えというのが、まあ、通常のデジタルミラードライブレコーダーとは少し用途が違ってくるので重要になってくるかなと思います。今までのバストプロに関しては、まあ、こういったダッシュボードに置くタイプのものになっていたので、昼間明るい時ですと正直ナイトビジョンって使わないと思うんですけれども、そういう時ってここに後方視界が映るモニターを置かざるを得なかったんですけれども、今回のタイプは分離式になったことによってルームミラー上にナイトビジョンドライブレコーダーが使うことができて、昼間は通常のドライブレコーダー、デジタルミラードライブレコーダーとして使うことができて、夜間はナイトビジョンドライブレコーダーとして使うことができるということで、やはり分離式になったことによるメリットというのは非常に大きいというふうに私は感じています。はい、まあ、今回バストプロからバスト M1 になったことによる大きな違いになっていて、通常のデジタルミラードライブレコーダーと同じ感覚で使えるということになります。ナイトビジョンドライブレコーダーになることによってどういったアドバンテージがあるのかっていうのは後ほど夜間の走行をいたしましたので、まあ、ご紹介をいたしますが、次にインターフェースのご紹介をしていきたいと思います。ここにメニュー画面が出てくるんですけれども、まあ、録画録音、録画時間、明るさ、G センサーの感度で取り付け場所で、今回フロントガラスに取り付けてるんですけど、私は先ほどご紹介した通りでランモードの文字が逆になっちゃう、このミラーが逆になってしまうので、ダッシュボードということで設定しています。から時刻、ビデオ再生。で、ビデオ再生ももちろんできますし、で、言語設定、フォーマットということで、で、ビデオ再生を一度してみようと思うんですけれども、で、こちら、フロントビュー、リアビューということで、で、今、フロントビューなんですけれども、少しご紹介をしていきますと、こうしますと、再生ができるようになっています、はい、こういう感じで後方の再生をすることも可能と、まあ、いうことになっています、はい、で今回この中には駐車監視という設定はないんですけれども、付属の OBD から取る高圧ケーブル、常時電源ケーブルを使うことによって駐車監視をすることができ、かつ電圧リミッター付きになっておりますので、バッテリー上がり等の心配も非常に少なくなっている仕様になっております。でタイムラプスとか衝撃検知とかではなくて、
常時録画になりますので、走行中の状態と同じ状態で動画が収録されるようになります。なので、まあ、今回、ラグーンチャンネルの方でもご紹介しているんですけれども、このランモードを使う場合においては、アイゾーン、それからアイセルというものが非常に有効的になってくるかなと思います。そちらの方を少しご紹介をさせていただきたいなと思います。通常ランモードを使う場合なんですが、シガーと OBD、この2つになります。ただし、電源を切った時になりますと、シガーの場合ですと、そのまま電源が切れてしまいます。このようにパワーボタンをまあ、オフにすると、まあ、当然なんですけれども、パワーアウトレットから電源を取っているわけなので、このような形で電源が切れてしまいます。そうすると、こう、駐車監視ができなくなってしまうということで、まあ、OBD をつないで、電圧ミーターをかけておいて、駐車監視を行うと、まあ、いうことなわけなんですけれども、例えばこういった月決めの駐車場なんですけれども、そういった時ですと、駐車監視必要ないという場合があると思います。そういった場合に、例えばパワーを今度またもう一回切ります。そうすると、これ、ついたままになってしまいます。で、消そうと思ったら、ランモードの場合ですと、ここを押すか、そうするとこれ、ただ単にモニターが消えてるだけになります。もしくは駐車監視をやめたいのであれば、ここを長押ししちゃう。それによって電源をシャットダウンする。なので、わざわざ、ここの電源を押さなきゃならない。で、また電源立ち上げたときは、長押しして立ち上げるという、こういう操作をしなければならなくなります。なので、少し、面倒な、あまりこうスマートに使えないっていう短所が少しあるわけなんですけれども、その短所を解消してくれるのがアイゾーンというものになります。それをご紹介しようと思います。それが今こちらになるんですけれども、これは何ができるかと言いますと、GPS において登録ポイントを一度登録しておけば、駐車監視を自動にキャンセルできるという非常に優れた機能が搭載されております。それをお見せしたいと思います。で、今こちら電源を入れているんですけれども、今緑のランプが点灯しているんですが、この状態ですと、今駐車監視がキャンセルされない状態、先ほどご紹介した通りなんですけれども、パワーボタンをオフにしても動画が収録されているといった状態です。それを自宅の駐車場で止めたい場合どうするかと言いますと、このボタンを2回押します。そうしますと、この今自宅の駐車場、GPS によって登録されることになりまして、これでオフにすると、パワーボタンをオフにすることで、ランモードもシャットダウンしてくれるという、非常に使いやすくなります。それをご紹介します。パワーボタンをオフにします。はい、お分かりいただけたでしょうか。今、アイゾーンによってポイント登録を行って、今、パワーボタンをオフにしたんですけれども、もう勝手に消えてくれる。駐車監視が不要なところでしたら勝手にシャットダウンしてくれると。で、またパワーボタンを入れますと、はい、このように勝手に立ち上がってくれると。で、さらにもう一度繰り返しになるんですけれども、やはり駐車監視をしたいということなのであれば、はい、ここをもう一度押していただいて、パイロットランプが緑に点灯することによって、このポイントが今、キャンセルされました。そうしますと、パワーボタンオフでも駐車監視は作動するようになります。で、もう一度パワーボタンオフにします。はい、このように、通常通り、常時電源が入った状態と、まあ、いわゆる OBD を接続している状態になると、まあ、いうことになります。なので、やはりランモードを使うということにおいては、やっぱりアイゾーンは非常に有効的なアイテムになってくるのかなと思います。で、さらにもう一つありまして、今これ常時で録画をしているわけなんですけれども、ランモードの場合ですと、電圧リミットがセットされているわけなので、完全にバッテリーが上がることはないとは思うんですけれども、
寒い時期とかになってくるとバッテリーが上がってしまうというケースもあったりします。でそういった場合に置きバッテリーの給電ですと少し不安が残ってくるかなと思います。そういった時に有効的なのがアイセルというドライブレコーダー専用のサブバッテリーというのがあります。そちらの方もご紹介してみようと思います。それが今こちらになっておりまして、アイセルという B12A というタイプのサブバッテリーになっています。これを使うことによって今駐車監視をしている状態でランモードは常時電源が入っていて通常の走行時と変わらない収録が行われているわけなんですけれども、この間は通常は補給バッテリーで行うわけなんですけれども、このアイセルによって駐車監視中も電源がドライブレコーダーに供給してくれますので、補給バッテリーのバッテリー上がり、それからバッテリーの消耗も防いでくれるというメリットがあり、もう一つ大きなメリットというものがありまして、こちらはドライブレコーダー専用のバッテリーになっておりますので、これを使うことによって駐車監視も長く稼働させることができるという、そういったメリットも持っているので、大切なお車を守りたいという意味においても非常に有効的なアイテムになっておりますので、ランモードと合わせてこちらの方もご検討いただけたらと思います。それではこちらのランモード安心性能についてのご紹介をしていきたいと思います。はい、それでは今秩父の庄丸峠に来ております。こういった暗いところでこのランモードというのが非常に効果があるであろうということで皆様にご紹介をしていきたいと思います。今非常に真っ黒です。で、ライトを一回消します。はい、ライトを消すとすごくわかりやすいんですけれども、この林道なんですが、今真っ黒なんですけれども、こちらのランモードの映像を見ていただくと、もう昼間のようにライトを照らされているかのように非常に明るくなっているというのがお分かりいただけるかと思います。では今度走行中どうかということです。で、このノアボクシーはオートハイビームがついているんで、今オートハイビームを焚いた状態で行ってみたいと思います。はい、こういったところですと、次、どういったコーナーか、右を曲がるのか左を曲がるのかっていうことがすごく分かりにくいと思います。もう街灯とかも全くないような、まあ、林道の道になってますので、やっぱ先がよく分かりにくいというのがあるわけなんですけれども、このランモードがあると300メートル先まで見ることができるので、まあ、先を読んだ運転ができるということで、まあ、あると非常に楽だというのがあります。で、先ほども少し触れたんですけれども、まあ、オートハイビーム最近の車ですとついてたりするので、まあ、勝手にハイビームロービームってこう切り替えをしてくれる機能っていうのがついてます。で、まあ、もちろんこの新型の車になるとそういうのがついているんですけど、新型じゃない車になってくると当然そんな機能がついてないんで、まあ、こんな風に真っ暗になります。なのでいちいちこうハイビームにしなきゃいけない、それからまたロービームにしなきゃいけないっていう、こういった、まあ、めんどくささみたいなものもあったりします。で、ロービームにしてる状態で前に何かこう障害物があったりしたら、まあ、当然大変なわけなんですけれども、まあ、そういったことが、まあ、未然に防ぐことができると、まあ、ランモードがあることによって、まあ、そういったハイビームロービームという切り替えを、まあ、しなくてもまあ、先まで見ることが一応できるとまあいうことになっています。なのでまあもちろんこういったノアボクシーにもあるとより一層安心感が高まるということは間違いないんですけれども、まあノアボクシーみたいにオートハイビームがついてる車ばっかりではないわけなので、まあそういった意味では幅広い車種に対応ができるということで、やはりこういったランモード、まあ、一般道を普通に走る分には特に必要がないかなというふうには思うんですけれども、やはり特に北海道とか
まあ、東北とか、まあ、結構、まあ、地方の方走られる方、まあ、こういった道で通勤される方、私も地方で一時期会社の転勤で住んでいたことがあったので分かるんですけれど、まあ、こういった道を、まあ、30キロとか片道30キロとか通勤で車で走ってるっていう方もいるし、帰りがけの会社の帰りがけの道とかになりますと、もう当然もうこの真っ暗になりますんで、まあ、見えないと、まあ、いうこともあったりするわけなので、この安全の確保っていうのがすごく大事だと思います。はい、で今こうやって車が来たんですけれども、まあ、そういった状況というのも、まあ、いち早くキャッチできるので、まあ、安全にこういった真っ暗闇の道でも走ることができるということになります。あとは気になるところはこう前が見えにくいわけなので、何か落下物が落ちてたりとかそういったこともあると思いますし、あとは道も狭いので、こう左右のこの道の状態というのもやはりこうつかみにくいというのもあるんですけど、まあ、そういったものも非常につかみやすい、これがあることによってやっぱり明るいの でしかも広角レンズを使ってますので、まあ、ないよりは全然こうあった方が、まあ、いろんな情報を走る上でこういろんな情報をつかみながら運転することができるという、まあ、そこがすごくこう価値のあるものなのではない、価値のあるドライブレコーダーになるのではないかなと思います。本当にこれ前何にも見えない、まあ、状態なわけなんですけれども、まあ、このランモードがやっぱりあるおかげ で特にこのミラー越しに、まあ、ランモードつけててもすごく見やすいですし、まあ、もちろんこの進行方向に吸盤タイプのブラケットを使ってもちろん取り付けるのもいいと思います。まあ、確かにこう進行方向に前にメーターのちょうどこのメーターの真上のところにこういうところをとにかく走ることが多い人なのであれば、こうメーターの上あたりにやはりこのナイトビジョンのドライブレコーダーっていうのはあった方がいいかもしれないです。まあ、取り付けに関してはまあ好みがあると思うので、まあ、スマートに使いたいっていう方にとっては私が今こうつけてるような形でルームミラーとしてまあ使うのもありだと思いますし、あとも走るその使用頻度に合わせてまあどこにつけるのがいいのかっていうこともまあ決まってくるんではないかなと思います。はい、でちなみにちょっと今止まりますけど、前はすごく明るいのは分かったということで、後ろどうなのっていうところなんですけど、まあ、後ろは、まあ、正直言って、まあ、通常のドライブレコーダーとそんなに変わらないし、むしろ通常のドライブレコーダーと変わらないです。だから暗視性能がついてるかというと、まあ、暗視性能はまあついてない状況です。もう真っ黒なん でブレーキを踏むと、まあ、ブレーキの、テールが、まあ、見える程度なので、もうこういった林道で走るという意味においてはもう真っ暗で何も見えないといった、まあ、状況です。なので、まあ、リアに関しては、まあ、通常のドライブレコーダーというふうに、まあ、思っていただいていいかなと思います。少し光が入るような場所とかですと、明るさというのはあるかもしれないんですけれども、全くこういった光がないような場所を走るということにおいては、もう真っ暗で、もう何も見えないといった感じなので、まあ、通常のドライブレコーダーと、さほど大きく、変わらないのかなといった状況になります。はい、ってことで今回はこちらのランモードのバスト M1 分離式カメラのナイトビジョンドライブレコーダーのご紹介をいたしました。最後に私の所感を述べさせていただきますと、山道でナイトビジョンドライブレコーダー使ったのは私初めてだったんですけれども、今回、まあ、オートハイビームがついている最新の車でのインプレッションだったんですけれども、オートハイビームがない車、またはハロゲンの車、そういった車でしたら非常に有効的ですし、ロー、ハイ
の切り替えをいちいちせずとも先まで見ることができるので、真っ暗闇な林道等も安心して走行することができると、まあ、いうことで、その辺がアドバンテージがあるのかなと思いました。もう一点は何度も言及しておりますが、デジタルミラードライブレコーダーとして使えるナイトビジョンドライブレコーダーということで、これはランモードじゃないとこういった取り付け方ができないので、そこがこの商品の画期的なところであるというふうに感じました。はい、ということでこちらの商品の詳細になりますが、概要欄の方に貼っておりますので、ぜひ興味のある方はご覧になってみてください。また次の動画でお会いできることを楽しみにしております。それでは失礼をいたします。